ーーあれはい配信始まりました、えー、とバタバタしてましたえっ、ー、とですね本日はえっ、ー、と2019年11月4日サッカー学院ゲームコレクター部スタートですえっ、ー、とコメント書き忘れた <laughs> まあいいやえっ、ー、とね まあ今何ドタバタしてたかというと単純にえーとゲームソフトを落としました。<笑><笑>段取りめちゃくちゃです。というわけでね、えー、と本日の予定ですが、えー、とまず本日の記念日ゲームとして2004年に発売されたあ、2004年11月4日に発売された新女神天性、えー、デビルチルドレンメシアライザー。で、えー、と次に任天堂 t e n 64の <laughs> えとパッケージの研究ということでスターツインズ。 これが1999年の12月1日ということでね、毎日行ってるからしつこいと思うけど、あの、週20周年行くにはもう約1ヶ月必要になりました。<laughs> はい。で、その後はね、ちょっと、あの、沖縄関係のゲームをちょっと紹介していこうかと思います。<laughs> ということでね、まず、えっ、ー、と、最初は、えっ、ー、と、新女神天生デビル・チルドレン・メシアライザーですね。えっ、ー、と、こちら。 になります。はい。ゲームボーイアドバンスですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、<laughs> まあ、新女神転生シリーズっていうと、えっ、ー、と、ワン、ツーとね、イフと旧約かなあ、旧約は新じゃないか。ま、あいいや。えっ、ー、と、ま、あそんな感じで、あの、アトラスがスーパーハミコンでね、主にやってたシリーズがまずあって、で、女神、新女神転生3が、 PS2 <laughs> PS かなで、えっ、ー、と、4が 3DS で、で、5が今、スイッチで予定がされてるんですが、まあ、その一方で、その、保管って言ってなんだけど、ちょっと、まあ、ポケモンでいうとこの、あの、あれですよね、ピカチュウ元気で中とかみたいな、こう、さ、あの、周辺ソフト的なところで、まあ、いろいろ出てる中で、えっ、ー、と、まあ、 デビル・チルドレンという、ね、シリーズが主に,主にゲームボーイから、えー、とゲームボーイアドバンスぐらいの時期にいろいろ出てたんですけど、まあ、その中の一作になるんですが、まあ、一つ特徴があるのはねあのアトラスじゃないこと、まあ、アトラスっていう会社は後にインデックスになって、まあ、アトラスブランドは残るんですけどその後今は、まあ、アトラス ペロソナ5とかね、アトラスから出てんだけど、あれパッケージ裏面見るとね、あの、発売元っていうのかな、まあ、あれがセガゲームスになってるんで、あこんばんは、セガゲームスになってるんで、まあ、厳密にあれは、あの、ブランドアトラスで発売セガゲームスだと思うんですよね。まあ、そういうの、細かいところ言っちゃうと、コナミも、例えば、コナミデジタルエンターテインメントのが発売元だけど、ブランドは、 アルファベットというかローマ字コナミなんですよ、ね、まあそんな感じでまああのそういう意味では「新女神天生は「アトラス」じゃねえのかよって感じなんですけどもこの「新女神天えデビル・チルド・レン・メシアライザー」に関してはロケット・カンパニーから発売されてますはい、まあ、ちょっとその辺が特殊になりますねうんまあちょっとゲームジャンルもねあの普通に RPG じゃなくてこの、えー、とシミュレーションってここに入っててまあ ゲームのジャンルもちょっと違うとで。もっと言うと、なんかパッケージのデザインがちょっとやぼったいというかね。うん、なんかまあ、これ隠してもう多分、え、なんかアトラスちょっと違うって感じに思うかもしれないですね。まあ、アトラスではないんですけど。<laughs> はい。で、まあ、側面はまあこういう感じかな。で、こうですね。で、裏面。 が、こんな感じえー、っと、凶悪なデビルを封印したメシアライザーを狙い帝国軍が暗躍し始めた再びれ訪れるバルハラの危機てんてんてんとまあそんな感じでね、えー、協力して戦うぞみたいな感じの軽いまあ、あの子供ゲームノリがあるんですけど炎の書の陣氷の書のアキラの2人が協力して戦うぞってことですねだからこれ まあこれが出る前にはっていうかまあデビル・チルドレンの中のシリーズの中ではまあなんだろうゲームボーイカラーの時代に最初赤赤の書と黒の書かなで白の書があのあれですねポケモンでいうところのえっ、ー、と金銀に対する何だっけ <laughs> エメラルドだっけなんだっけ忘れた <laughs> まあいいんですけど3作目っていうのはちょっと特殊なものが出てたじゃないですか昔 ああいうノリのものが、まあ、赤,赤黒白とかあったんですけど最終的にねアドバンスの時代に出たのが炎の書と氷の書っていうのがあって、まあ、そのキャラクターが出てくるゲームってことになってますただねゲーム内容的にはここ書いてある内容をねちょっと読むと魂ををを回収ししてて仲間を増やし合体を重ねて強くしよう、まあ、この辺はあのまあメガテンらしさがありますよね まあデ,ビルデビチルらしさでもいいんですけどで仲間たちを指揮して戦うリアルタイムシミュレーションだってことでねその辺がちょっと普通とは違うと。で指示中でも敵は攻撃を仕掛けてくる気を抜くな決断力が試されるってことで結構ゲームボーイアドバンス、まあ、DS とかだとねまだタッチできるんで違うんだけど携帯ゲーム機しかもこうゲームボーイアドバンスでこれをやったっていうのがちょっとチャレンジだったかなという感じがしないこともないです。 で登場デビル650種類以上なかなかすごいですねはいでねこれまあゲデええー、っと新女神転生デビルサマナーじゃないや、えー、っとデビルチルドレンのシリーズでまあ大体基本的にアトラスブランド出てるんだけどこれはロケットカンパニーから出てるんですけどこれね多分ね当時やっぱアトラスあんま調子良くなかったんで多分作ったけど発売できなかったんでしょうねまあよく 僕が当時パプリッシャー側のね会社にいた時には結構売り込みとかまああるんですけどまあ要はあのー、そのブランド持ってるメーカーじゃなくてそういうねいろんなところで作ったけど売れないもの売れないっていうか売りにくいものとかをこう他の会社にパスする会社っていうのかなまあそういうところの影響もいろいろ回ってたんで多分そういう絡みだったんじゃないかなと思います、はい、でちなみにねあの もう一個ね、アトラスじゃない、あの、なんだろう、デビルえっ、ー、と、女神転生っていうのがもう一個あって、これね、これゲームボーイカラーの時代ですね。こちら、えー、っと、新女神転生トレーディングカードデビルサマ、あ、違うカードサマナーですね。カードサマナーってタイトルなんですが、こちらはね、エンターブレインから発売されてます。はい。 初回特典大天使山岡カード封入これちょっと僕分かんないけど初回限定以外あったのかな <laughs> まああったかもしれないけどちょっとこれだけだと分かんないですねはいということでねこっちはねあのカードゲームが流行った時代そうねゲームボーイカラーの時代なんで例えばまあゲームボーイって分かりやすいところでいくとやっぱ ユーリシリーズが流行ってたっていうのはまああれはゲームボーイの時代からですねでゲームボーイカラーぐらいの時代からはあのポケモンカードがねあのゲームボーイに出てきてまあその辺りが多分あの子供向けっていうかゲームボーイ向けのカードゲームの2、まあ、大巨頭って感じかなで当然任天堂にはあのカードヒーローマンみたいなものもあったしで,で世の中的にはあの マジック・ザ・ザギャザリングが流行った時代ですねあれもねあのゲームボーイでできないかっていうね話も実はあったんですけどまあ無理だろうってことで諦めましたあの僕のいた会社は諦めましたはい、ね、あれがアドバンスとかだともう少し文字情報がしっかり入ってねいろいろできたんだなと思うけどでも今のねあの DS の何だっけな ブシロードさんのねコンテンツのカードゲームとか見てると相当ああいうところに何だろうカードゲームとしてしっかりしてるものをゲームに落とし込むテレビゲームに落とし込むっていうのは色々視覚的な見にくさ見や,見やすさがちょっと損なわれるところとまあなんかルールを把握しにくいってところが結構気になってますねはいでまあまあこれはこれでいいんですけどで裏面こんな感じです 480以上のカードを使いこなし熱いカードバトルを繰り広げろ。新女神転生トレーーーーディングカードがゲームボーイで登場、まあ、ということはやっぱり当時ト,トレーディングカードね一般のトレーディングカードのブームがある中で新女神転生トレーディングカードっていうのもまああったってことですよね。まあ、初回特典で、ね、カードをつけてるぐらいだからあの多分リアルタイムに遊んでる人はこのカードが欲しくて。 こののソフト買ううっっていうのもあったかなと思うけどただなんだろう遊戯王の時のね遊戯王4みたいにね3種類、ね、あのソフト用意してそれぞれ中身違いますカードが違いますみたいなね売り方にまではいかなかったってことですね。まあ、ちなみに遊戯王は僕もね当時売り場で 売り場っていうか普通にゲームショップ見に中古ショップ見に行ってその場で買ってその場でカードだけ出して即売りしてる子どもっていうのを見てて結構悲しい思いをした記憶がありますまあ大変な時代でしたはいさて <laughs> まあね限定あの時代のねカードの入れ方とその盛り上がり方とそのソフトの捨て,られ捨てられてはいないけどまあそういうところを経験してると まあ、見てるとまあいろいろとこう同梱物の考え方っていうのもどんどん、まあ、変化しせざるを得ないのかなという感じがします。はい。でえっ、ー、と次に紹介するのはまあ64のタイトルですねいつもろ紹介して64のタイトルなんですがえっ、ー、と「スターツインズ」まあ。任天堂64のこう 割ともう高知に差し掛かってますね99年、まあ、だいぶ後の方なんですけどまあこれもレア社のねゲームなんですよね。大、ま、体、あ、いいこの時代のタイトルって見ててわかるのがやっぱりこうなんだろう必ずしもこうキャラクターが日本人っぽくないなーって感なんか日本人テイストじゃないなと思ったら大体いいレア社まあここにもあちょっと埃りついてんな <laughs> えっとレア社のロゴ入ってるんで,でそこでもわかるんですけどなんとなくこうにあの 日本向けにローカライズはしないっていうところがね、あの、任天堂らしさがあるかなという感じがします。で、これ、シューティングアドベンチャーってことで、まつ、あ、スターツインズってことでね、2人いて、あと、あの、1匹かな。はい。で、振動パックタイプバックアップ機能付き。で、横を見るとこんな感じですね。はい。こうか。で、裏面。 目的は一つにとどまらない。銀河パトロール隊ジェットフォースに所属する双子のジュノとベラそしてロボット犬ループスが次々と惑星を侵略,侵略するマイザー率いるドローン軍団に立ち向か,おうなんかねこうドローンっていうとなんかここ数年でこう定着した言葉だけどこの時代からねだからこう20年前ね。 約20年前からこうね普通にドローンって出てたんですねあんまり僕意識してなかったですはいうんまあ単純になんかそういうドロ,ボロボットの名前の一種ぐらいにしか捉えてなかったのかなという気がしないこともないのですがはいえっ、ー、と有料のゲームは月レアのカードついてましたよねうんまあレアのカードなんだけどソフト買うと全員に入るっていうのはむしろ 激レアじゃないというかね <laughs> あの誰でも手に入れられる逆に誰でも手に入れられる感じだったのかなという感じもしますはいまあ要はうんカードゲームがねやっぱ盛り上がってたんですよね当時はユーリオーがねだからユーオー多分ゲームボーイで1作目が出て2作目もゲームボーイかなカラーになってたかな ただ4作目に関しては,はや4種類え3種類出してていきなりポケモン商法の最たるものを見たっていうところはねああなるほどパックになっててランダムだったはずそうただそれも含めて買うやつは買うんですよね <laughs> あのカードの話でいくとね僕はねもっとえげつない商売してたところを知ってて まあ一つはね、あの一つ,つだけでいいや。<laughs> あえて一つだけにしとくわ <laughs>。えっと、あの、イマジニアがね、あのイマジオブランドっていうのを作った時代があって、セガサターンなんですけど、あれ、えっ、ー、とね、どっちだったかな。イブバーストエラーかデザイアかなんか、あの辺の時にカード封入したんですよ。どっちだったかな。まあ、どっちだったかちょっと、 あの忘れたんですけどそこにねなんかそのソフトのカードが2枚ともう片方のソフトのやつが1枚かな3枚に入れてんだけどそれがランダム封入で十何種類かカードがあってコンプリートするにはソフト何本買えばいいんだっていうのをねまさにやってましたそれに比べるという量はね多分5種類ぐらいから3つとかじゃないかなうんだねあのあのー イマリオブランドはね恐るべしって感じでしたね、まあ、ちなみにイマジニアがイマジオブランドやった時にはえっ、ー、とねメ,、えー、とメルティランサーとかねあと何だっけなえっ、ー、とアトリエシリーズのカードとかも作ってましたね確か、うん、そうゲームショーでねゲームショーであのワンボックスゲームショーの物販でワンボックス買うとゴールドカードっていうねあの通常では手に入らないその イベント限定のカードがもらえるっていうのをやっててね当時はね夢中であの買ったけどもう全部もう処分しちゃいましたけどなんかそういうのがありましたはいでえっ、ー、とねちょっと今日はね後半はあトレーディングカードは闇が恐ろしいそうですねあのただ実はあの時代えっ、ー、と多分96年 前後ぐらいかなあのぐらいの時代はあのトレーディングカードも流行ったしトレーディングカードゲームも流行ってたんでトレーディングカードゲームをね集めて集めてじゃないやってる人たちからすると多分,多分勝つために必要なカードとかなんで結果大会とかで使わないカードは収集系に収まるってところもあってねまあそういうのはあるけど。 トレーディングカードをね、あの、ただ集めるだけの方の場合は、なんかレアカードがね、もう、あの、まあ、ちょっと集めることしか目的にしてないんで、で、あれが、当時のね、バンプレとかのカードとかも、だいたいワンボックスに15パックぐらい入ってるのかな。で、その中に、あの、レアカードとか、なんだろう、スペシャルカードとかあって、スペシャルカードが多分箱に、あ、全体でにし、にえー、っとね、 物によるんだけど、例えば全体で2種類しかない場合は、必ずどっちかが1枚入ってるから、ボックス2個買うんですよ。そうすると、コンプリートするっていうね。なんかそういう感じだったんですけど、初期のね、同級生とかね、あの辺は、あの、ワンボックスに入ってない場合があるという恐ろしいことがあって、なかなかね、こう、コンプリート目指すとね、そのスペシャルカードのために、あの、散在しないといけないっていうね。あと、あの、えー、っと、あれだ。 えーっとなんだ出てこない出てこないぞなんだっけいや忘れたからいいやえー、っとあセンチメンタルグラフィティセンチメンタルグラフィティもあのゲームが発売される前にあの実はグッズ類でブレイクしてその時にトレーディングカード発売されたんですけどなんかねトレーディングカードが普通トレーディングカードってずーっと再販しても同じなんですけど確か あのセングラのねカードはねあの二版っていうのが出たんですよそのせいでね初版が結構プレミアになっちゃってね揃えられなくなったっていうまあいいやそんな程度にしておきますはいまあいいやはいで今日ねちょっと話をしていくのはえっ、ー、と沖縄ゲームでちょっと昨日の配信でねちょっとあのえっ、ー、と首里城の話をしてる時に、まあ、2,000円札にね 首里城って言っちゃったんだけどもまあ実際のとこ2,000冊に,にはここはねシュレイモン」ですねが出てますので、まあ、こちらあの訂正してお詫びしますでまあここからねちょっと沖縄で、ね、沖縄のゲームってどんなゲームがあるのかなっていうのをちょっとねしら調べてみたっていうかちょっと思いつく範囲で見てみたんですけどまあまあ「まあ、シュレイモン」っていうニュアンスでいくとやっぱりこういう見比べになるのかな はい、という感じで、えー、とこちらは「風雷記2」ですね。風雷記っていうのはあのーまあ、旅行に行ってそこで女,女の子たちと出会ってどうのこうのって感じのアドベンチャーゲームなんですけどで1作目と3作目が北海道かな確か舞台が。で2作目はね沖縄なんですよね。はい ということでね、こんな感じで沖縄の風景を楽しめる。まあ、ただ、まあ年代的にはこれいつぐらいだかな。えっ、ー、と、まるがあるかな。まあ、とにかく2000年代前半ぐらいだと思うんで、まあ、今とは多分いろいろ違うことがあるんでしょうねという感じがします。はい。で、裏面こんな感じね。えっ、ー、と。 みんなが知らない沖縄え自分を変えてくれた北海道の旅から3年届いたいつの手紙が沖縄へと駆り立てる差出人は1台のバイクを残していった旧友だったな,んかなかなか寂しいですね、えー、緻密な現地取材と膨大な実写背景で描く感動の本格旅行アドベンチャーゲームということでねあのー これね、まあちょっと先日もちょっと紹介したんですけど、k i Kindle のねで発売されている、あこんばんは、Kindle で、ね、販売しているあのゲームコレクター作家の、えっ、ー、となんだっけな、リコレクションだったかな、あのインタビュー集があるんですけど、まあ、マイナビさんの方から出てるインタビュー集があるんですけど、その方中のシリーズで、ホグの,の社長さんにインタビューしてるんですけど、その時にはね、まあ、若干、 フーライトこの2じゃなくて1作1に対するエピソードをちょっと聞いたりしてたんですけどその際にはねあのバイクとか乗ってねこう撮影してくんだ,だ,だそうですよで当時はまだねデジカメとかないんで結構フィルムで高いフィルム使って結構大変だったみたいな話を聞きましたちょっとただそ,それがインタビューに反映させられてるかちょっと。 計算してたかちょっと今記憶にないんでいい加減なこと言えないんですけど一応そういうインタビューはあのしましたはいでねまあそんな感じであのまあ本と石垣竹富かな読み方ちょっとごめんなさいね100か所にも及ぶ炭鉱、えー、地炭鉱地炭鉱地かということでねいろいろね名所が出てくるわけですよでねまあでこれ結構ね 沖縄を舞台にしてるゲームってね。こう思い出そうとしても難しいんですよね。で、な,なぜ難しいかっていうと、その沖縄を題材にしてるっていうね。服でプレイはあんましてないんですよね。だからなんか南国だなと思って南国ってどこだろう？って言った時に必ずしも沖縄かどうかわからない。あただ具体的に沖縄だって。わかるのはこれね。 がごとく3ちょっと廉価版の方で申し訳ないんですけどまあこれはねあの桐生一馬がまあ1と2っていうのが割とメジャー戦で1でねあの100億円の話とかだったかなやってカムロ町ね、まあ、新宿の歌舞伎町舞台カムロ町だけど、まあ、舞台にしてて2で大阪大阪と東京って感じになったんですけど3作目ではねもう。 もうかか彼はもう極道じゃないんでちょっとあの全く違う生活してるところから始まるんですけどその地が沖縄沖縄でまあ伝説の龍が帰ってきたと、まあ、いろいろねこの時代としてはやっぱセンセーショナルだったんですけど、えー、と東京・神室町を去った桐生は桐生とはるかあ、えー、と沖縄で小さな えー、養護施設朝顔営み幸せな日を過ごしていたということでねこれ2009年の3月なんですね、うん、沖縄と東京で同時に起こった2つの、えー、銃撃事件まあちょっと物騒なんでやめましょう <laughs>、まあ、ともかくね2009年なんですね舞台2009年の沖縄なんですねこれで遊べるものはで,でまあね沖縄って言ってもねなかなか、まあ、難しいんだけども 要はその南国とかね南の国みたいなね感じのゲームを探してみてもねいざ見てみるとやっぱ海外なんですよね南の国って。でもその中でねあのピンポイントにね沖縄っていうか沖縄っぽいのがこれ。えっ、ー、とこれ「田舎暮らし南の島の物語」で。でまあまあ雰囲気的には、まあ、僕の夏休みに対するまあ ちょっとまあちょっとずらした感じなのかなという感じはしますで、まあ、裏面こうやって見ると「遊べば遊ぶほど元気になる」「島の中全てが遊び場」「沖縄の生活に触れる」って書いて「沖縄」って書いてあるんですよねちゃんとでただねここにね「沖縄の生活に触れる」って書いてるからこ,ここだけ見ると「沖縄っぽいじゃない,沖縄じゃないですか」 ただねここの説明文見るとねちょっと頭にクエスチョンが浮かぶんですよ。こう書いてあります。初初めめててのののの人旅、初めての田舎の生活。ここは沖縄の近くにある南の島。<laughs> あの、沖縄の近くにある南の島っていうのは沖縄じゃないと困るんですよね。もしくは鹿児島とかね。ねあの少なくとも日本の都道府県に収まってないとあの困るわけですよ。あの 日本国内として表現するにはね。まあそんな感じであの沖縄の近くにある南の島っていうんだからこれどこなんだろうってちょっと疑問があるんですけど「で、都会生活では味わえない新鮮な体験がいっぱい心温まる人々やのどかな大,、えー、大自然の中でほのぼのと田舎暮らしをしよう」ってあるんですけどここね「沖縄言葉がとても新鮮」「謎つきあり笑いあり感動のストーリー」 会話かっこ音声ててて沖縄言葉って書かれてるだから沖縄沖縄言ってるんだけども沖縄の近くにある南の島になっちゃっててこれなんでって思うわけですよ。でねこれ一応取説見るとねあの島がある出てるんですけどこれねあの久垣,垣島垣島っていうねあの島なんですよ。多分石垣島って 的な、ね、ニュアンスを出したいんだけどやっぱいろいろとまああるんでしょうねその表現力とかまあちょっといろいろとその土地にあるものとかを使うとか考えたりするとねまあだからちょっと架空の都市になったのかなという感じです。でまあねそういう感じで沖縄って結構結構っていうかあのまあ少ないっちゃ少ないんだけどただ例えばねプラ,ボプラドルディスクとかね あのセガサターンのプラドルディスクっていうアイドルが、ね、出てくる、まあ、写真集的なソフトとかあるんですけどああいうグラビア系のねソフトを見ると結構ね撮影地沖縄とかなってることはあります。はい、あとね沖縄ということでちょっと忘れちゃいけないのがこれね琉球、まあ、これがこれが沖縄かどうか分かんないんだけど一応タイトル的に琉球なんでまあ琉球なんだろうなというとこです。はい ただこれ PC エンジンのソフトなんでね、残念ながら説明とかないんですけど、あの、ご安心を。ゲームギアにも出てます。はい。ということでね、ゲームギアの方を見るとね、まあ、まあ、まあ、のイメージってこう、水着の女性なんですかね。まあ、ともかくそういうのもあるんですけど、ただやっぱりニュアンス的に考えると、上海があって、 えっと香港があって四川省があって結構中国絡みのもののねあの麻雀牌を使ったゲームっていろいろ出てるんですけど、まあ、なんかそれにちょっとニュアンス近づけてる感があるのが琉球なんですけどこれ琉球ね何のゲームかっていうとまああのトランプなんですよ。はい だから多分これ中国はマージャンパイ日本はトランプみたいななんかそういう感じなのかなって勝手に想像してるんですけど読んでみると「え頭脳を直撃ポーカーパズルゲーム」えー左「左側に積まれたカードを並べてポーカーの役を作れじっくり考えないと高得点は狙えない」 対戦ケーブルを使って対戦もできる君は9種のタイプ9種のタイプのゲームを全て制することができるかってことで全く19感ないけどまあやっぱりこれはあのなんかこう地名を入れるとあのパズルゲームとしての名前として成立するから19が使われた程度なのかなという感じしかしません。はい、ということで。 えと本日の配信はそろそろ終わりになりますが、この配信はゲームコレクターの先官が日々の活動や人ネタにパッケージゲームを絡めて話をしていく配信です。また、QBQ カネコ問題とゲーム出版物の不正問題も追求していきます。皆様のコメントやアイテムが日々のコレクター活動の過程になるのでぜひよろしくお願いします。YouTube においては高評価をお願いします。コメントやアイテムで生配信に参加できるのがフワッチ過去の配信を確認できるのが YouTube になります。 えー、ほぼ毎日だいたい深夜1時にふわっちにいて約30分の生配信をしてますのでフォローをよろしくお願いしますということで、えー、あ、お疲れ様です、えー、沖縄縛りでも結構あるんですね多分もっとあると思うんですよただあの沖縄っていうのをやっぱプレイしてみないとわからないっていうのがあるんでで,でもっともっとしっかりして話をしちゃうと桃鉄とかね日本地図舞台にあの るすゲームだったりすると、まあ、必ず沖縄出てくるしまあそういう深掘りをするともっとね沖縄ゲームあると思うのであ、まあ、今度ゲームをプレイする際には地名をいろいろ気にしてみてください。